普通こっちだとアップルマンゴーっていうのが主流だったりタイ産のが多いと思うんだけど、大のいちごマンゴー食べ頃です。安い、糖度20度、うん、すごいよね。これ初めて食べる種類じゃないかなと私たちにとってはね、うん、であとこのこれドラゴンフルーツは結構地元でも食べられるんだけど、よいしょ、インパクトルビーしてみますね。よいしょ、よいしょ、あ、すごい、うわ、うわ、これは本当にインパクトあるわ。すごいね、なんかチートビート散ってるみたいに。ちょっとなかなかこれすごいね。これどんな味か後で食べてみましょう。見て、ちょっとの間触っただけだよ、これ落ちないよ。服についたらちょっとやばいやつ、ね、染まっちゃうやつだね。すごい栄養価すごいんだろうな、これ。うん、うん。味が濃い。お。ちょい酸味、でも味がしっかりある。うんうんうん、甘くて美味しいね。うん、甘酸っぱい。あのいつも食べてる白いやつとかってもうちょっとね、うん、もやーっとしてるもんね、うん、これはねすごい、これ分かるかな、キラキラしてるの、あのジューシーな、すごいジューシーでグッとくる酸味ではないんだけど、うん、ふわーってね、あー甘い、これ美味しい、うん、うん、すんげー甘い、これ甘いよね、めっちゃ甘いね、これ糖度20は嘘じゃないの、うん、いつものなんかマンゴーと違う、これ違う、アップルマンゴーって、うんうん、後味に若干癖があると思うんだけど、うんうん、これそこまで癖がなくてストレートな香りと甘さ、うんうん、すごい美味しい。これ300円で買えるってちょっとすごい、うん、脅威の安さだった。いや鬼のように甘い。いや、やっぱフルーツ南国は美味しいです。これが気になって買っていた紅山芋、なんとちょっと菓子パンじゃない、蒸しパンっぽい感じがするね。いただきます。紫芋のいい香りする、ちょっと密度のある蒸しパンっていう感じ、うん、潰した紫芋をさ、なんかちょっとふわっとふかっとさせたみたいな、うん、美味しい。分かる、あんまり大きいとしつこくなっちゃうかも。あー雨が結構降ってきたぞ。ここ屋根大きいんだけど、やっぱり風が吹くとまあまあ吹っ込んできちゃうんだよね、うん、よほど、うわーさすが島の天気、ね、向こう側めっちゃ降ってんのに内側がトピーカっていうね。今日の T シャツはこちら、おーサーフデイ、うん、あ、かわいい、いいね、カーリシュリンプ、昨日すごい混んでいて入れなかったんだよね、うん、やっぱりお昼過ぎてくるともう本当にすごい混んでしまうので、もし早く来れる人は今朝9時15分ぐらいなんですけど、とても空いていて、あ、これ自動販売機までかわいい凍ってる、もうアロハな感じですね。この年何気にね、でっかいカンカンのゴミ、ちょっとアメリカン、そうアメリカンな感じで、あ、9時オープンなんですよね、朝って朝9時にオープンして、はい、6時まで6時まで、あ、はい、これ2階もあるんですか、2階が11時
ターの方になってますね。なるほど。この下の席で。はい、わかりました。あ、海綺麗だね。はい、かわいいね。かわいいね。いいね。ダン、映えだね。うん。エビと一緒に後で写真撮りたいと思います。はい。アサイもあるんだね。わあ。一番スタンダードなのがこのオリジナルになってまして、ね、はい、一番人気がこの2番と3番楽しめるスパイシー&バターになってます。いろいろちょっと悩んでみます。はい、悩みます。ありがとうございます。はい、決まりましたら前の方でお伺いしますね。はい、沖縄パインアサイボール、へえ、甘いパインにレモンを絞って食べる爽やかなアサイボール、今だけの美味しさ。スパイシーガーリック、スパイシー&バターガーリックだといろいろ食べられるんだよね。うん、おー迷うね。うん、そしたらライスなしガーリックシュリンプを一つと、はい、オリジナルでお願いして、でこのシャープ4番のスパイシー&バターガーリックシュリンプを一つ、はい、これの沖縄パン野菜の、スモールの方、うん、はい、とラージ、じゃあスモールで大丈夫だね。スモールでいいです。スモールで、はい、氷島産黒糖バナナのスムージーを一つ、牛乳か豆乳を選べる。あ、じゃあ豆乳でお願いします。はい、以上で。これ本物かな。本物ですか。ちっちゃい、ちっちゃ、かわいい。昨日来たんですけどものすごい混んでて、すごいなすごいなと思って、車も止められなくて僕はね、ずっと気になってたんですよ、このグッズが。私実は珍しくね、今回何も買ってないんですよね。お土産がないんですよ。お姉さんの T シャツを見ててこれ可愛いなと思ってさ。可愛い、うん、色もいろいろ、色いいよね、これ。色々あるね、うん、紫系もある。あ、黄色明るくて可愛い、可愛いね、これトリッチめっちゃ可愛いよ、これ可愛い、可愛いね、これ可愛い。この辺もね、これ子供用だけどね。あー、ほんとだ。こういうエブリシーン、ちっちゃいの可愛いね。ピンクのもビビッドなピンクだよ、すごい。ピンクないね。ここはないね。あれじゃない、女子もう買ってちゃったじゃない。うっ、そしてこっちはベニー。あ、可愛いね、これゴリラさんかな。可愛いね、うん、ちょっとこの大きめのやつの方が使い手がありそうな、ね、そうだね、横に。これは色を自分で好きにカスタマイズできるんだそうです。うんうん、お好きなカラーでオリジナルベニーちゃんグッズを作りします。すごい、通販もあるそうなんで、やってるっていう感じなんで、うん、ちょっとチェック気になる方してください。 T シャツめちゃめちゃ可愛いね、うん、これ手拭い安いからこれも買おうかな、600円だから。かわいい、あ、このステッカー可愛い、あ、すごい可愛いこれいいね。200円ですか、うん、あ、じゃあこれいただいてもいいですか。ありがとうございます。あ、いただいたよ、かわいいよ、かわいいな。これがスパイシー&バターガーリックシュリンプ2種類のエビのコンボ、うん、だ、あ、いい匂い、うん、朝からもうニンニク臭くなりますよ、ね、でこれがご飯がついてないオリジナルオンリーのやつだね。あ、すごい、これ10匹、うん、こっちが8個かな、こっち側は多分8個だと思う、うんうん、うまそう。いや、もうたまらない匂い、匂いがすごい、うん、もうすでにね。これあれなんじゃない、あ、スパイシーにするのもいいよっていうこと、うん、ってことだね、うん、あ、じゃあこれもスパイシーにできるんだ。あ、ダメ、全部スパイシーにしないでシースパイシー好きだから全部スパイシーじゃないこれがベニーズっていうね、姉妹店のお店、うん、あの今一緒にこう営業してるっていうことで、はいはい、ゴリラちゃんがね、うん、かわいいね、うん、これのミニサイズだね、アサイなんですけど、はい、おお、これパイナップルが上に乗ってる、うんうんうん、あのオリジナルのね、うん、商品と。朝はこのぐらいで十分ですよ。いいね、ちょっとラージもあるんで、うんうん、がっつり食べたい人はラージ、はいはい、で
これなんか手書き、もしかして手書きかな。私このね形のカップを新潟で実は見たことがあって、紅茶入れるのにね、これをパクッと蓋すると持ち運べて紅茶の香りがね飛ばないっていうんで、こういうの見たことあって、でここに絵描けるの自分で。あ、じゃあやっぱりそうなの、サンキューって書いてくれたんだ。これ書いてくださったんじゃないか。広げるとこんなに大きい感じの、うん、わあ、これがねバナナの黒糖のスムージーです。やったー。いやー、この郡島さんって書いてあったから、ここの島のね、ちなみに今私たち以外は誰もいない状態で、いないね。今9時47分、だ9時50分ぐらい、まだこれぐらいなんで、貸し切り、そして海を見ながらガーリックシュリンプを、いいねー、たまらないです、はい、いただきましょう。じゃあいただきましょう。はい、こんな感じでいい、いいですよ。オリジナルからもう行きたいと思います。これね、もうレモンも絞らず行ってみようかと思っています。はい、いただきます。うん、まい。おいしい。じゃあ私も。これはもうね、ご飯かビールが鉄板です。間違いないやつだ。うまい。染み渡る旨味とグワーンってくるガーリックがもう十分なガーリックの量だね。もう物足りなさ何もない、ね、ない。もうすごい美味しい。殻もね薄めで食べやすいし、うん、これうまいね。うまい。これはご飯が進みますよ。進む。これはね並んででもぜひ食べたい味だなっていうのを理解できるね、みんな並んでる理由がよく分かったわ。あ、ビール欲しい。あ、ビール欲しい。ちょっとレモン絞って食べてみましょうかね、よいしょよいしょ。レモンはプラスされるとどうなるかな。大きめで最高だね。大きい。あんまりかけすぎない方がいいかもしれないね。あ、なるほどなるほど、ちょっとねレモンが先に来ちゃった。来ちゃうのね。もしかしたらなしでもいいくらい。あ、でもわかる。最初食べた時にバランスがすごく良かったから、レモンかけることで味変しちゃうのかもしれない、良くも悪くも。そうね、レモンうまいっしょ。ニンニク本当にいい感じに効いてるね、このスパイシーの方を、今度は私から。もっとかけたいかなこれ。いや、いいっすよ、とりあえず大丈夫。まずこれで、あれが別なのね、スパイスの粉が、こうやって別でついてるので、好みでいけるんで、いただきまーす、はい。ちょっとピリッとくる。そんなにかけてない部分だったけどね、ね、バターがびっくりしたのね、塊がドンって上に乗ってて、今だいぶ溶けてきてるんだけど、結構大きいのがドンって乗ってて、芯は、ちょっと食べてみ。そう、バターそのものは好きじゃないんだよね、風味は大丈夫なんだけど、私死ぬほどバター好きなんで楽しみ、ちょっとやって食べてみたいと思います、バターメイン入れてみて、いただきます。どうなの。これうまい。あ、ね、バター好きな人はもうバター増しにしてくださいってね言いたくなるかもしれないぐらい、追いバター本当に美味しい。やばいなこれは。逆にバターが苦手な人は絶対やめた方がいい。私多分ここにまた来れたら、オリジナルとバターでもんどり打って悩むけど、バター選んじゃうかも。そこまで。辛い、美味しい。あ、僕はね、はい、バターいるんですよ。やっぱりな。これはね、かかりすぎてて僕は食えない。ダメでしょ。いやいやいや、いいね。こうやって好みも自分で、そう、ちゃんとシェアできるからね。シェアできるからいいね。ということで、こっちの米をですね。はい。移住しますか。移植。どう。だんだんこうやって綺麗だったのがね、崩れていくんだよね。お腹に入ったら一緒っていうのが C のモットーなんで、そう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 。これが氷さん黒糖バナナスムージーです。うまそう。うまそうだね。そんなに今日は暑くないんだけどね、そこそこ溶けてきちゃったんで。そうだね。じゃあいただきます。はーい。甘い、うまい。甘い、うまい。甘い、うまいってきたけど。甘すぎるってことはない、甘すぎない。うんうん。超飲みやすい。超飲みやすい。意外とさ、バナナスムージーってガツンとくるかと思いきや、純粋なものほど強くないよね、甘み、しつこさがないよね。これはうまいっすよ。うまいっすか、じゃあシーツマイいきます、あ、もう半分減ってる。すごい勢い。美味しい。ぐんぐん飲んでしまった、
美味しい。あっという間になくなるよね。うん、いいね。やっぱり黒糖の甘さってバナナと合わせた時にいい黒糖風味になるんだね、うん、あとあれだからね、うん、牛乳じゃなくて豆乳選んだからね。そうだった。結構満足感すごいよ、うん、へえ。ではアサイ、よいしょ、溶けちゃう前にアサイいきたいと思います。ここにパイナポーがね、まず純粋にアサイからいきましょう。おいしい。え、ごめん、私ハワイで食べたアサイよりこっちの方が好きかもしれない。あ、そう。まろやかで、うまいね、これ。うまい。え、なんか私初めて、もしかしたらぶっちゃけアサイうまいって思ったかも、うん、ハワイのってあの美味しい、もちろん美味しいんだけど、うん、もうちょい酸っぱさがもっとすごい、酸っぱさが、うん、ドーンってきたような気がする、うんうん、あとね、これのおかげもあるかな、上に乗ってるパイナップルのちょっとこう甘くしてあるような、うんうん、この香りが秀逸なの、うん、でこれレモンちょっとじゃあ、うんうん、絞ると、あー、うんうん、さっぱりする、すごいさっぱりする。おいしいおいしいおいしい、あの、うん、本当に軽やかになった味が。これがアサイなんだね。じゃあおいしい。ヘルスバーで食ったアサイは何だったいろんなものが上に乗ってるじゃない。そうなんだよね、ある意味ハワイでもバナナから、そう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 、いろんなフルーツがね、うん、ハワイって贅沢に乗ってる分、うん、アサイの味をあんまり、まあそうね、しっかり味わえてなかったかもしれない、うん、酸っぱいなぐらいで終わってるかもしれない。そう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 、うーん、これすごく美味しい、うん、おすすめです、うん、最後の1個、下に溜まっていたニンニクをかき集めて乗せました。追いガーリックみたいな、もうあれですよ、はい、シーツマは今日は女子を捨ててあの今後のね、今日の予定がどうなろうとも、うん、このニンニクを食べたいと思います。いただきます。いっちゃってください。うわ、もうバターガーリックすごい、うん、おいしい。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、じゃあここから次のハワイへ行きましょう。次のハワイは、もともと巡回してた、そうだね、歴史のあるフードトラックなんだそうです。いや、さすがに年季入ってるね。いやー、これでも食べてみたかったな。ねえ、かわいいね。これあれかな、エビがビールかなんかを飲んでる。飲んでる、これラブズ沖縄って書いてある。あ、こうなってるんだ。なんかニャンコいますけど、ニャンコいてかわいい。歴史だな、うん、フードトラックってね、こういう風になってるんだね。2階のテラス席なんてもう海見えてすごい広々してて綺麗。11時からしか使えなくて、そうだね、ちょっと残念だったけど、うん、ちょっと準備中に撮影させていただきましたけど、ね、うん、いや、美味しかった、美味しかった。朝から大満足、もう大満足。氷島なんだか本当に私たちカイルアに行けない寂しさを埋めてくれる場所がたくさんあって、ね、雰囲気がね、うん、カイルアの住宅街の中にいるんじゃないかと思う時があったりとか、咲いてるお花だったりとか、うん、空気感かな。
よかったね、うん、すごいよくて、うん、じゃあ次のハワイに行ってみましょう。はいはい。